はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ鉄血のオルフェンズ、ステージ4ですね、やっていきたいと思います。またよくわかんないやつが出てきてんな。でも忍耐3か、格闘2、ごっついやつらだな。ブルワーズ缶、あ、いっぱいいる、ホルダー持ちが。鉄火団との戦闘を通し、改めて彼らとの交渉の場に応じたタービンズのリーダー、なぜタービン。なぜは地球への案内という依頼を快諾しつつも、彼らがここまでに至った苦しい状況を察し、団長のオルガに問いかける。お前らそんなに金に困ってんのか？正直困ってます。ならなんで俺が仕事紹介してやるって言った時に断った？いやだってあの話を受けたら俺たちはバラバラになっちまうって。なっちゃはいけないのか？俺らは離れられないんです。離れられない？気持ち悪いな、男同士でベタベタと。何とでも言ってください。俺らは鉄火団は離れちゃいけない。繋がっちまってんです俺らは。ああ、死んじまった仲間が流した血と、これから俺らが流す血が混ざって鉄みたいに固まってる。だから離れらんねえ。離れちゃいけないんです。危なかろうが苦しかろうが俺らは離れられない。そりゃ結構だがな、鉄火団を守り抜くってんなら、これから先は誰もお前に指図しちゃくれない。ガキどもがお前の命令一つで死ぬ、その責任は誰にも押し付けられねえ。オルガ、団長であるてめえが一人で背負えんのか？それ覚悟はできてるつもりです。ほう、仲間でも何でもねえ奴に訳のわからねえ命令で仲間が無駄死にさせられるのはごめんだ。あいつらの死に場所は鉄火団の団長として俺が作る。それは俺の死に場所も同じです。あいつらのためなら俺はいつだって死ぬ気。おいおい、てめえが死んでどうすんだ。指揮官がいなくなったらそれこそ鉄火団はバラバラだ。それはまあ、でも血が混ざってつながってか、そういうのは仲間って言うんじゃないぜ。家族だ。家族、それは孤児として育ってきた彼らには手に入れることも想像することも叶わなかった人と人のつながり。なぜの言葉に導かれ、少年たちは自分たちの寄り添う形を模索し、新たな舞台へと挑んでいく。テイワズの本拠地再生、なぜの渡りによってテイワズ代表マクマード・バリストンとの対面を果たした鉄火団は、タービンズと義兄弟の杯を交わし、テイワズの後ろ盾を得る。だがその立場の変化を求められたのは少年たちだけではなかった。お嬢さん、ここはテイワズを示しちゃくれないか？え？お嬢さんが直々に指名した業者って大義名分を得られれば、当座の問題に関しちゃこっちで何とかやれる。
まあ避けようもねえこともあるかもしれねえが。それはもう少し考える時間をいただけますでしょうか。考える必要が？はい。ハーフメタル資源の規制解除、火星の経済的自立によって従来のバランスを失った混乱は新たな利権争いの火種となり、時代の戦争を生む。その上で彼は当座の問題はテイワズで対処することを条件に、火星のハーフメタル資源の利権を求めるのだった。そして杯ごと当日、そうか、心を決めてくれたか、クーデリア・アイナ・バーンスタイン。私の手はすでに血にまみれています。この血は鉄火団の血です。今私が立ち止まることは彼らに対する裏切りになる。それでいいのか、鉄火団は。護送の仕事自体はテイワズの下で引き続き任せてもらえるんですよね。ああ、だがお前の頭としてのメンツは潰れちまうんじゃねえのか。鉄火団は俺が、いえ、俺らみんなで作る家です。俺のメンツなんて関係ないです。これから何があっても俺らが変わることはない。俺ら一人一人が鉄火団のことを考えていく、守っていく。家族が胸を張って帰れる場所として。オルガとナゼが杯を交わす姿を一同は揃いの紋付きで見守る。これで準備は万端整った。まだ遥か遠くの地球に向け、イサリビとハンマーヘッドは共に出航した。ヒューマンデブリ。
名前は正弘。俺たちは商船団を経営する家族と一緒にあちこちを渡り歩いてたけど、ある時海賊だった。大人たちは皆殺し、俺たちの親もその時に。それから俺たちはヒューマンデブリとして各地の人買い業者にゴミみてえな値段でバラ売りされたそれっきり正弘とは会ってねえ。正直ちょっと前までは自分のことで精一杯で正弘のことを思い出すこともなかった。鉄火団に入れてもらって家族みてえな仲間ができて、考えるんだ、俺にも本当の家族がいたんだってな。もし生きてりゃ高木と同じくらいだな。さてミッション、高木ノーダメージ、第4形態になってんだ、いつの間にか。マジで何が違うんだかわからんわ。なんとなく形は違うけど、まあ逃げるしかないよね。で前方に出て叩けるやつは叩いた方がいいのか。支援をかけてやってみるか。仲間は死なせねえ。貫通5000、倒していこう。ずいぶん硬そうだな。まあちょっとでもゲットゲージは貯めていこう。でバルバトスを前に出した方がいいよね。で上、よしよし、オッケー。あいつら狙ってくんな。しかも名前付きやんけこいつ。くそ、なんなんだよこいつは。この動き、あいつも荒屋敷か。2000、まあまあだな。殴れるやつは殴っておこう。16、あと2回くらいしかでも攻撃できねえな。もらったこの動き、本当にグレイズなのかよ。
反撃できるときにはやっぱり反撃しておこう。できる相手か。面倒だな。仲間をやらせはしない。で、なったんだ。とりあえず追撃してくるやつは倒さないといけないから、5020が当たるかどうかだな。まず消えな。3900か。当たろうか。で、上。クリティカルが出れば5200は超えるか。9400。12しかない。なんかできる？殴れる？行かせはしない。あ、エネルギーがない。まあ、しょうがない。で、あと2ターンで大丈夫なはずだから。この前線の2体を倒して、タイナラ、ヒットポイントが減っちゃってるけどな、まあしょうがないよね。あとはやられないように。第4形態は結構大変そうだな、ゲットゲージ貯めんの。よし、これで OK でしょ。
数を減らせばいいってこと。これね、ビーム兵器使えないのきついんだよね。というわけで、ちょっとランチャーストライクでいくか。バイエイトは実弾兵器がないからね。マンロディ10機、同ターン内にマンロディを8体。え、めんどくさ戦艦連携を使おう。じゃあともっといくさ、9400、そんなに多くはないから1万なければね、出せるだけ出す。ベルゼバスターが多分火力的に2から4置いとこう。そう、フリーダムも全然ね、クスフィアスレール砲があるから前線に出していけんな。ヘクシアは格闘系でしょ。バルバトス第2だっけ、こいつ一応真ん中に入れとくか。トロワも実弾があるでしょ。チャスティスが意外に微妙なんだよな。で、前面に出すランチャーストライクだな。ジンクスもな、バーチェも実弾がないから、ちょっとファンネルあるから大丈夫でしょ。ちょっと一旦これでなんとかしよう。要はここにいるやつら全員倒せばいいってことでしょ。5体ロックでいけんな。で、あと3体。まあ普通に連携かけよう。もういいんじゃないこれで。まあ、火力はそんな高くないけど、全機破壊するだけの力はある。イエーイ、あと1体こいつだけか。楽な仕事だな。ファンネルだな。ファンネル届かねえ。ゴリオスしかない。1400、2000、痛いです。176、1500。こいつはこいつで、ちょっと待って、三日月で倒そう。本物三日月で倒す。よし、食いついた。
なんかだいぶ遠かったな。いや、このまま突っ切る。こいつらモビルスーツ積んでんな。これもある。これないないないか。で、ここちょっと下がりながら戦おう。こんな感じでいいか。とりあえず戦艦連携で第三勢力をやっとく。高卒はもう1はいらないからな。で、この艦に対してちょっともうストライクはエネルギーがないっす。フェザーパネル覚醒値足んないか。覚醒を上げたいな。9800、2万くらいあったっけ、ヒットポイント。そうだね。抵抗等はヘビーアームズ、ハッチフローオープンモード、バルバトス、いける、倒そう。こいつは情報解析か。じゃあ回収いたします。で、こいつもバチバチいってて、まあきついな。2人じゃ戦艦落とせないかんな。全然進めん。じゃあ捕獲完了。ちょっとこの戦艦と左側がもうこっちに来ちゃってるからな。もう任せるしかない。対空砲、結構食らうな。接近しないとな。撃てるやつから撃ってこう。コンテナ戦だから全然経験値持ってなさそうだけどね。反撃してこねえもん。だって武装ないんじゃない。1万5000なさそうだな。もうやばいっす、ヒットポイントが。まあ、まずはちょっと戦艦剥がしていこう。全然たまらん。仕入れ、宇宙のゴミとともに。全然ダメだ。4形態は結構厳しいもんがあんな。ちょっと全然先進めん。こっちどうしよう、マジで。戦艦所属してないからね。逃げよう。あとこいつらでなんとか耐えしのぐしかない。せめてゲージ貯められるやつだけ貯めてこう。支援かけて、あ、死んだ。一応配慮は入るか、減らしておきたいな。
ファンネル。こいつは消えたな。あと1体倒せば大丈夫。1しかないエネルギーが。中フリーダムだけ出しとこう。イエーイ、ゲット。撤退。あ、いなくなった。で、あとこいつだけ。忍耐力3だからな。ちょっと誰かにつけたいっちゃつけたい。ヒーロー、忍耐力1を持ってんのか。付け替えを。ていうかマシンキャノンって倒せっかな。3300倒した。死ね死ね死ね。こいつは死んだか。忍耐力、あ、まだ1個空だったんだ。これでまた前線で戦える。マサヒロ、マサヒロ兄貴。動くな。どうして、どうしてこんな。なんだろう、不思議なんだ。痛いはずなのにすごく。でも頭の中スーッてして。荒屋敷か。なんかほんと変だ。俺ってやっぱ人間じゃないんだ。もう喋らなくていい。面白い話聞いたんだ。知ってる？人間は死んでもね、魂が生まれ変わるって嘘みたいな話。どっちにしてもデブリの俺には関係ないか。ねえ兄貴、わかった？ヒューマンデブリはこうやって死んで。わからねえ。わかってたまるかよ。そう、お前がここで死んじまってもきっと生まれ変わって、生まれ変わって戻ってくるんだよ、俺たちの家に。本当か嘘か、それももうすぐわかるよ。先に確かめてくるね兄貴。兄ちゃん。マサヒロ。順当に金は入ってるな。これ何？100連ハンマーヘッド。というわけ、まだまだ楽だな。ちょっと移動が大変だったけど、なんか新しい機体がいる。次クーデリアの剣士。バルバトスはまだ第4形態かな。第4形態ヘッドゲージ貯めるのなかなか大変。というところで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。